光純皇后の生涯を振り返る前編。皆さんこんにちは。今回は昭和天皇の皇后である光純皇后についてご紹介します。光純皇后は国宮家の女王として生まれ、当時皇太子だった昭和天皇の皇太子妃となりました。結婚後は昭和天皇とは仲睦まじく二男五女に恵まれました。生まれも結婚後も皇族という何不自由なく育ち、苦労知らずのお姫様の光純皇后はまさに家庭婦人の鏡とされて、ひたすら昭和天皇を支えつつ七人のお子様方の母として国の母と呼ばれた人生を送ったのです。しかし明治時代に生まれ、大正昭和の激動の時代を過ごしたその人生をたどっていくと、やはり様々なご苦労があったことがわかるので、ぜひ最後までご視聴くださいね。なお光純皇后は送り名ですが、長子女王、皇太子妃、皇后と呼び名が変わるためにすべて光純皇后にしたのでご了承ください。生い立ち。光純皇后は明治36年3月6日国の御役に義おると近子妃の第三子で長女として誕生し、長子女王と名付けられました。国の御家は宮内省を通じて光純皇后の乳母を募集し、各県知事から推薦された6人の候補のうち、最終的に当時20歳で死産したばかりの埼玉県の旧家出身の関根門が選ばれたということです。門は赤ちゃんの光純皇后は母近子妃が驚くほど食欲旺盛で健康だったこと、国の宮家は質素な生活ぶりだったため光純皇后の産着も門が他の衣類を仕立て直したお古だったこと、光純皇后は優しい性格で三姉妹の長女としてしっかりと妹たちの面倒を見たし、妹たちも姉の光純皇后をお手本にしていたことなどを回想しているそうです。国の宮家とは、光純皇后の父は国の宮国吉王です。国吉王は国の宮初代の朝彦親王の三男で、兄に茅の宮国乗り王、弟に高王、朝香宮康彦王、東国の宮成彦王がいます。祖父国の宮朝彦親王とは光純皇后の祖父、国の宮家初代の朝彦親王派、幕末史では中川の宮、昭蓮院の宮などの名前で登場する歴史ファンにとってはおなじみの人物です。朝彦親王は伏見の宮国家親王の17男15女の兄弟のうちの4男ですが、初出でしかも母親がはっきりしないと言われるくらいなので宮家の子扱いされず、子供の頃に寺に入れられました。普通の皇族がお寺に入るというと大きな門跡寺院の門跡となることですが、朝彦親王の場合本当に寺小僧として先輩僧侶の使い走りなどもさせられたそう。そういうお育ちであっても朝彦親王はなかなか優秀だったらしく、気の毒に思った仁光天皇が可愛がり、天保7年に天皇の有志となって、翌天保8年に親王宣下を受けなり範の名を下しされ、翌年には得度して孫武の宝器を賜り、奈良興福寺塔中一乗院の門主となりました。その後昭蓮院門跡の門主、比叡山の天台座主となったのです。そして幕末ペリー来航後に攘夷か開国かで国中が騒然となると、皇族として政治に口を出すようになり、条約調印反対の姿勢を示して一橋派を支持したために、安政の大獄で隠居英蟄居の処罰を受けたのです。その後処分が解除になると国事御用掛となり、皇武合体派の重鎮として文久3年の8月18日の政変を推進し、孝明天皇の信任を得、一時は薩摩藩と組んで権勢を持ち、追い落とされた長州と長州迫撃から恨みを買ったほどでした。しかし孝明天皇の急死で長州が復権し、一挙に明治維新二次政が動いて政治生命を絶たれたのです。朝彦親王は明治元年に徳川最高の陰謀を企てたと嫌疑をかけられて、親王の位を剥奪されて平民の地位に落とされた上で広島に幽閉されました。その後明治3年に許されて京都へ帰り、5年後に親王の位を回復して国の宮を創立したのです。なお朝彦親王の徳川最高の陰謀の嫌疑はいわゆるでっち上げで、明治維新の邪魔になるからと薩摩長州の志士たちに追放されたのが明白だということです。明治以後荒人神と言われた天皇と皇族ですが、この国の宮朝彦親王の例を見ても幕末
明治維新では皇族というだけで勤王の志士に利用される存在だったということ、国の宮家が異色の宮家だということが分かりますよね。母は薩摩島津家の出身、光順皇后の母は国の宮親子妃で、最後の薩摩藩主島津忠義公爵の八女です。島津忠義は幕末明治維新のファンにはおなじみの島津家分家の重富家当主島津久光の長男で、幕末四賢侯の一人島津成明の甥です。ちなみに久光は島津藩主成興の五男で、実母はおゆらの方という側室です。成興とおゆらは正室の子で跡継ぎの成明を拝着して、久光を藩主にと画策したおゆら騒動というお家騒動でも有名です。明仁上皇は母光順皇后から島津家の血を受け継いでいることを踏まえて、沖縄訪問時に江戸時代に島津家の薩摩藩が沖縄に対して圧政を敷いたことについて言及したということですが、光順皇后の曽祖父が久光、高祖母がおゆらになります。天皇家ですから歴史とつながるのは当たり前ですが、光順皇后によってさらに深く歴史とつながっていることを感じますね。光順皇后の兄弟は、長男国の宮朝明王、伏見の宮広康王の三女智子女王と結婚、次男国久久公爵、公爵島津忠成の娘と結婚、後に離婚し子爵松浦靖の二女と再婚、次女信子女王、三条に資金おさ伯爵に降下、三女智子女王、信州大谷派東本願寺24世宝州大谷校長伯爵に降下、三男国秀王、東伏見国秀、伯爵から天台少年院門跡48世門主となるという6人兄弟です。幼少期、光順皇后は明治40年9月に学習院女学部幼稚園に入園。学習院幼稚園に通う皇族は他の児童たちとは違い、別室で昼食をとることになっていました。昭和天皇の養育係だった足立隆の回想では、この別室には光順皇后と妹の信子女王や梨本宮政子女王、後の李政子、2歳年上の後の昭和天皇と年子の弟の秩父宮も一緒だったということで、隆はこの中から昭和天皇や秩父宮の将来の伴侶が出るかもと妄想したようです。払いが分からなかった。光順皇后は明治42年に学習院女子部小学科に入学しましたが、2年生の時授業に出たたらいが分からなかったので、自ら洗濯の仕方を学んで、後年まで次女たちと共に洗濯をするようになったということです。その3年後、明治天皇が崩御すると、光順皇后は母や妹と共に昭憲皇太后に弔問に参内しました。この時に昭憲皇太后が光順皇后を見初めたという話もあります。光順皇后は大正4年に学習院女子部中学科に進学しています。皇太子妃候補となる。後の昭和天皇は大正5年11月に立体指令を行い、15歳で正式に皇太子となりましたが、この頃から貞明皇后は式典以外でも学習院女子部に行啓して家族の子女の態度を観察したということです。そして学友たちの回想によると、同級生らがはしゃぎ回る中、光順皇后は行儀よく落ち着いた態度でしたが、動作は機敏だったそう。赤切の手を見て貞明皇后が決定説。大正6年1917年に貞明皇后が学習院女子部に行啓した時、授業の後に複数の女子学生と対面しました。貞明皇后は一人だけ赤切だらけの手をしていた少女に目を留めて、後で教員に聞いたところ、誰もが嫌がる便所掃除を率先して行っている生徒だということでした。これが光順皇后だったということで、貞明皇后はあのような姫宮ならば皇太子妃として申し分がないと確信して帰ったそう。その後大正天皇や昭和天皇にこのことを伝え、宮内大臣の旗の吉永が光順皇后の学業成績や健康状態などを調査しました。そしてその年の12月22日には、元老の山形有朋、松方正義、西園寺金持ちが集まって皇族筆頭の伏見宮貞成親王に説明し、光順皇后が皇太子妃に内定となったということです。赤切の手は真偽は定かではない逸話ということですが、昼食も
他の家族の子女とは別室で召し上がるという特別扱いの皇族なのに、便所掃除が免除されず、しかも率先して行ったのが不思議です。それに本当だとしても、皇族の姫宮に赤切れができるほど便所掃除をさせるのかと、国の宮家から学習院女子部に怒鳴り込んできそうで、ちょっと解せないような気がします。学習院女子部を中退して沖崎教育に入る。大正7年1月14日に宮内大臣旗野義直子爵から第15師団長として愛知県豊橋市に赴任していた光順皇后の父、国宮邦義雄に14歳の光順皇后が皇太子裕仁親王の妃に内定したことが伝えられました。国義雄はすぐ帰郷して参内し、内役を受諾する旨を大正天皇帝明皇后に言上したのです。そして1月19日に報道発表があり、2月4日の学習院の朝礼で光順皇后が婚約内定に伴い中途退学したことが発表されたのです。光順皇后は4月13日以降は国の宮邸内に設置されたお花御殿と呼ばれる学問所で皇太子妃になるための教育を受けることになりました。お花御殿には妹宮たち、親しい学友たちが学習院の授業が終わった後に通い、光順皇后と共に学んだということです。この学問所での教育は2、3年の予定で、光順皇后は教育主任の五感菊野と桔梗を共にして学問や教養、テニスや薙刀等を学び、ピアニストの神戸彩子にピアノも習いました。このお花御殿の建物はその後東京府立第三高等女学校府立三女に下賜されましたが、後にこの女学校が東京都立駒場高等学校と改名し、校舎が目黒区大橋に移転した後、お花御殿の建物も現校地へ移築して行幸寮として保存されているということです。なお婚約が正式内定は大正8年6月10日で、光順皇后は母と一緒に帝明皇后にご機嫌伺いのため参内して、帝明皇后は自分が皇太子妃に内定した際、昭憲皇太后から贈られたダイヤモンドの腕輪を下賜して事実上の婚約となりましたが、昭和天皇との初のご対面は翌年1月6日だったということです。この時は光順皇后の回想によれば、昭和天皇の前に出てお辞儀をしただけで会話もなかったそう。宮中某重大事件、発端は色覚異常の遺伝。前述のように光順皇后が昭和天皇の皇太子妃に決定したのは、昭和天皇の母帝明皇后が気に入ったからだと言われています。そして旗の宮内大臣が宮内省御用係に命じて国の宮家の姉妹全員の身体検査を行わせ、光順皇后は健康体と診断されましたが、色覚検査までは行わなかったのです。しかし国の宮家では光順皇后の母方の祖母の山崎須磨子が軽度の色覚異常だったので、光順皇后の兄弟の朝明王、特に秀王も軽度の色弱が遺伝していました。なので国の宮家では担当の角田隆医学博士に光順皇后の色覚調査を行わせたのですが、色覚異常の因子はなく性根に支障はないと結論を得ていたのです。そして父の国義雄は宮内大臣旗野義直子爵にあらかじめこの色覚異常の遺伝について話したのですが、旗野宮内大臣は問題にしなかったそう。軍隊では不合格になる色覚異常。しかし翌年春に学習院生徒の身体検査を行った陸軍軍や光順皇后の弟の国の宮国秀王の色覚異常を発見。兄の朝明王と母方の叔父島津忠重にも色覚異常があることを知り、島津家と国の宮家に色覚異常遺伝があると考え、密かに軍医学校長に相談、陸軍から宮内省にも伝えたのです。宮内省は何を今更と内密に収める姿勢でしたが、元老山形有朋の主治医の予備役軍医総監が山形へ報告したのです。実は当時の皇族は軍人となるべく教育され、将来の天皇は軍の大元帥と決まっていたのに、色覚異常者は軍では不合格になるためにこの遺伝は大問題だったのです。そのために山形は国の宮家に婚約辞退を迫ったのですね。国の宮家の直訴で大問題に。西園寺金持ら他の元老たちも山形の意見に同意したので、山形らは皇族筆頭の伏見宮定成親王を通じて
光順皇后の父国吉王に婚約を辞退するよう勧めましたが、国吉王は婚約解消に納得できないと書面にして貞明皇后に直訴したのです。しかしこれが貞明皇后の神経を逆なでし、貞明皇后は国吉王の態度を不遜であると怒りをあらわに。国吉王の行動は他の元老や政府首脳の反発も招いたのですが、その他にも昭和天皇や光順皇后に倫理を教えていた杉浦十郷らは、一度決めたことを覆すのは人倫にもとると訴えて婚約解消に抵抗しました。これらの闘争は世間一般には報道されなかったのですが、薩長伐の対立や反藩閥勢力の動き、さらには皇太子の外遊計画への反対運動も絡んで、宮中から政界、右翼なども巻き込んで怪文書も飛び交い、政治的な対立に発展して大きな騒動となったのです。国の宮家の感動秘話アピール。婚約内定からこの事件が起こるまでは、光順皇后についての写真付きの新聞記事はたった5本でしたが、宮中某重大事件が勃発後、光順皇后の家庭教師だった五感菊の野球部監督の栗田忠八郎らが中心となって国の宮家の情報工作が行われたということです。最初に英字誌のザ・ファー・イーストに光順皇后の作文や写真が掲載され、いかに光順皇后が将来の皇太子妃皇后にふさわしいかをアピールする感動秘話が多数新聞記事になったそう。国の宮家としては新聞報道を使って光順皇后が皇太子妃候補ということを既成事実として一般に認識させようとしたわけですね。なお貞明皇后は光順皇后のことを気に入っていたはずが、辞退せずに政治的野心を見せ始めた国吉王に立腹して婚約に消極的になったということです。最終的に婚約に変更なし。この宮中某重大事件についての内容は極秘扱いされたのですが、一般にはあれこれと憶測が流れました。その中でも宮中に影響力を保持しようとする元老山形有朋の策略という見方が強かったので、国の宮家に同情が集まり、当時の原敬首相ら反山形勢力が山形追い落としにこの事件を利用するという政治問題と化したのですね。そして大正10年2月10日、宮内省が最終的に長子女王殿下東宮妃御内定のことに関し世情のさまざまの噂あるやに聞くも右御決定は何ら変更なしと発表して決着。翌日から新聞記事が解禁になりました。山形有朋はこの事件で謹慎に追い込まれて政治的に敗北し、失意のうちに翌年死去。貞明皇后を怒らせる。またこの宮中某重大事件に絡んで昭和天皇の法王についても揉めていましたが、やっと正式日程が決定したのです。国吉王はこれを聞きつけて出発前に昭和天皇に拝謁したいと願い出たのですが、正式婚約の前なのに僭越であると貞明皇后の怒りを買いました。その上に懲りない国吉王は光順皇后を大正天皇へ拝謁させたいと願い出て貞明皇后に拒否されたのです。貞明皇后は婚約内定で国吉王が自分が勝ったつもりでいるという偉そうな態度を取るのに立腹し、5月9日に畑野元宮内大臣を呼び出して婚約は内定であるから取り消せないことはないと言い出したということです。これに対して畑野は宮内大臣が婚約に変更はないと発表した以上今さら取り消しはできないと勧言して貞明皇后を納得させたのですね。なおこの宮中某重大事件に関して昭和天皇が光順皇后に愛情を持っていたために長子でよいと言い無事にご成婚となったと感動秘話にされることがありますが、幼い頃はいざ知らず婚約して一度しか会わず言葉も交わしていない事実から考えても昭和天皇が恋愛感情を抱いていたとは考えられず、一度決めたことを覆してはいけないという思いだっただけではと思います。とはいえ昭和天皇は事件決着後の欧州外遊でイギリス王室のジョージ5世夫妻に歓待されて、皇室の家族の在り方や一夫一婦制について影響を受けたこと、フランスで国の宮家の3姉妹に銀の手鏡を購入してお土産にしたこと、婚約後は光順皇后の写真を机に飾っていたと言われています。潮干狩り写真が大きな波紋を呼ぶ。宮中某重大事件後の大正11年3月、宮内大臣牧野信明から勅許に関する話を受けて以降、
国の三宅側は長子女王の参拝や訪問に合わせて写真取材を受けるようになりました。そして6月10日幕張海岸で着物の裾をたくし上げながら潮干狩りに興じる香淳皇后のスナップ写真が掲載されたところ、大きな波紋を呼んだということです。家族の監督や事務を担当する総秩領御用係の倉富雄三郎や同総裁の徳川頼通は困惑し、西園寺八郎式部次長は激しく非難したほどだったということです。大正時代、膝下のおみ足を見せるのは NG だったのでしょうか。とにかく6月20日に宮内大臣の要請で昭和天皇はご成婚を許可する親書に父大正天皇に代わって摂政として署名し、やっとご成婚の勅許が下りました。そして9月28日に納采の儀が行われて、翌年の大正12年11月27日に婚儀の日取りが決定。なおこの後宮内大臣は国芳王に対して香淳皇后の写真や記事の露出を控えるようにと要請、9月に東北を訪問する予定でしたが、写真に撮られるのを避けるために中止となったのです。一家で西日本を旅行。香淳皇后は正式婚約後の大正12年春に国宮家の一家で九州、四国、関西を40日かけて旅行されました。後に還暦を迎えた際、60年間の楽しい思い出として真っ先にこの時のことを挙げたということです。この西日本旅行に際しては香淳皇后の旅程や言動、ファッションが話題となりました。国宮家は御用記者を使って自由に写真撮影させたので、香淳皇后の写真が新聞、雑誌の他に絵はがきや長子女王御準優雅報なども発売されて大々的に報じられたのですね。またこの頃は警備も厳重ではなかったために、各地では何万人もが沿道で歓迎したそう。そして現代と違い、テレビや映画のスターの代わりに華族女性や皇族女性が雑誌のグラビアを飾ってもてはやされた時代だったので、香淳皇后はスポーツや音楽を愛好する若い女性としてマスコミに取り上げられ、ファッションや容姿に注目されたスター扱いだったということです。関東大震災でご成婚が延期。大正12年の夏、香淳皇后は新潟県赤倉の細川盛達公爵の別荘に滞在中の9月1日に関東大震災が起こりましたが、昭和天皇は被災した東京の町を視察後、ご成婚式の延期を決定したのです。なお香淳皇后は被災者のために着物などを作るボランティアをしたということです。香淳皇后は14歳で婚約が内定したにもかかわらず、この頃では婚期がやや遅れた19歳となり、さらに延期となったために、父国芳王はまたまた宮中に参内して、娘が20歳を超えてしまう、これ以上待てないと帝明皇后に訴えたという話もあります。国宮家の評判。宮中某重大事件が収束後の大正13年頃に、今度は香淳皇后の兄の浅輪鬼王が婚約が内定した酒井菊子との婚約を破棄するというスキャンダルが起きました。国宮家は皇族なので、結婚には天皇の勅許が必要となります。そしてこの勅許というのが林縁汗のごとしといい、一度決めたことを覆せないという絶対的なものだったために、宮内庁を巻き込んだ騒動となったのです。この婚約破棄は酒井家には何の問題もないのに、国の宮家側が一方的に婚約解消を望み、菊子に節操に関する疑いがあるとまで言ったのですが、宮内省が噂を調査した結果、事実無根と判明。それにもかかわらず、浅輪鬼王と国芳王は性格不一致を理由に婚約破棄を強行したのです。天皇の裁可を覆すことは前例がなく、国家は宮中某重大事件の時には天皇の勅許を理由に断固として辞退しなかったのですが、結局大正13年11月に宮内省は国芳王を説得できず、酒井家側から婚約辞退の申し出をさせて事態を収拾させました。当時摂政だった昭和天皇は義父となったばかりの国芳王に訓戒の言葉を伝えたということです。なお酒井菊子は香淳皇后の妹信子とは女子学習院の同級生で、その後前田公爵家に嫁ぎ、戦後はエチケット評論家になりましたが、娘の美衣子が茂子内親王の御学友となったなんて、いかに狭い世界かと思います。
そしてお騒がせの光順皇后の父国吉夫は昭和4年1月東京から熱海の別荘へ移動後に急性内臓疾患で55歳で高居。貞明皇后もほっとされたのではないでしょうか。今回はここまでです。次回は光順皇后が皇太子妃となり皇后となるその後の人生についてご紹介しますね。